はい、今日で機体形成術して2週間です。大きな腫れは引きましたけど、まだ全体的に軽くむくんでます。まあ、平らだったおでこが程よく丸くぽっこり出ました。で、傷は環状切開、ここからぐるっと半周してるんですけど、もうステープラー全部取ってしまいましたんで、こんな感じです。傷跡ほとんど分からなくなると思います。で、こう取ってる、あれが引くともうちょっとすっきりするします。じゃあいいかな。痛むよ。